トーラスの点群点群やポイントクラウドとはコンピュータで扱う点の集合のこと。多くの場合、空間は3次元であり直行座標で表現されることが多い。点群はレーザーによる3次元スキャナーでも作成できる。3次元スキャナーは物体表面を自動的に計測し、多数の点の3次元座標を点群としてデータファイルに出力する。 レーザーの物体による反射を用いるため、データは原則として、物体表面の位置、形状を表し、物体内部の状況は表現しない。天群の応用分野には、部品の3次元化なダどるモデル作成、計測による品質管理、可視化処理、アニメーション、レンダリング、マスカスタマイゼーションなどがある。天群はそのままレンダリングすることも可能であるが、そのデータ形式のままでは、 各種の三次元処理には適さないことが多い。そこでデータを面型式に変換し、ポリゴン、不正三角網のメッシュ、非一用有利 B スプライン曲面、カナダドルモデルなどとして扱うことが多い。変換手法には、ドロネー三角形分割、アルファシェープ法など、存在する点の位置から面を生成する手法と、点群を三次元距離上に変換し、 影的表面に変換する手法がある。天群の応用分野に工業的な検査がある。製造された部品の天群データと設計上のカナダドルモデルとの差を比較し検査する。両者の際は視覚的に色彩の差として表示することができる。サイズや交差も天群から計測ができる。天群から得られた立体データはイオン画像処理などにも用いられる。天群を利用することで データの削減が可能である。地理情報システムにおいては、天群を元にして、地面の数値標高モデルを作成することができる。レーザーによる測定のため、天群の元データは測定装置と物体との間の相対距離である。地理情報システムで地物の位置を表す場合には、測定装置の絶対座標を GPS などにより計測し、 この座標を加えた絶対座標で表示することがある。この際、GPS による天群取得時刻を加えてデータ形式をで表す。物体の表面の色彩を RGB 座標で表現してデータ形式を GB のように表すことがある。このためには、レーザーの照射方向にカメラを向け、得られた画像の相当位置の色彩データを取り込む。ありがとうございます。